皆さんこんにちは、上田英治社員の長岡です。本日はこちら2月23日金曜日より上映のアフターサンを紹介します。11歳のソフィーが父親と2人きりで過ごした夏休みを、その20年後父と同じ年齢になった彼女の視点で綴る物語です。スコットランドの新星シャーロット・ウェルズ監督の初の長編監督作品で、見る人の心を射止め数々の映画賞を席巻した話題作がいよいよ上田英治にて上映です。大切な人との思い出を多くは語らない絶妙な演出で描ききる、見た人によって様々な感情を思い起こさせる作品となっております。ぜひ、劇場のスクリーンでご覧ください。皆様のご来場お待ちしております。